テザリングを設定する方法をご説明します。 Wi-Fi テザリングとは、スマートフォンの回線を利用してパソコンやゲーム機などをインターネットに接続させる機能です。 Wi-Fi テザリングを利用すれば、外出先でもいつも通りにパソコンやタブレットなどでインターネットに接続できます。それでは設定してみましょう。ホーム画面を上にスライドして、設定をタップします。接続をタップします。テザリングをタップします。 Wi-Fi テザリングをタップします。ここからお使いの端末のネットワーク名とパスワードを確認できます。スイッチをタップしてオンにします。これで設定完了です。先ほど設定確認したネットワーク名とパスワードを他の機器に設定し、ネットワークに接続してください。